皆さんこんにちは EasyJapanese ージージへようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますのでお好きな方でお楽しみください今日もよろしくお願いしますはい皆さんこんにちは今日は7月5日月曜日ですまあ最初にね日付のやつをやりましょう7月1日2日3日4日5日 今日は月曜日日です今日は天気がね悪くてもう雨がすごい降ってますねもう最近ずっと雨が多くて雨による災害とかも結構起きてるみたいで怖いですよねちょっと気をつけないといけないなと思っています今日なんですけどえっと今日はですね写真教室をしてきました写真教室写真の撮り方を教えるそういう教室をしてきました あのまあ、僕はねこうやって EasyJapanese のこういうポッドキャストをやってるんですけど本当はあのフォトグラファーとして、まあ、写真を撮るお仕事をしてるんですけど今日はねそれの、まあ、写真を撮りに行くわけではなくてあの写真の撮り方を教えるというのをやりに行きました、うん、最近結構そういうの多くてあの今日はねあのちょっと会社さんだったんですけど、まあ、最近はですねやっぱりこう SNS とか インスタグラムとかねそういうホームページとかあとは、えー、とネットショップオンラインストアなんかで、まあ、商品を販売する時に、まあ、フォトグラファーね僕らみたいなフォトグラファーを雇って雇ってっていうのは、まあ、お金を出して来てもらうっていうことですかねでまあ写真を撮ってもらうあのプロの方にお願いするのもいいんだけれどもその数がねすごく多いので会社の中の人たちで写真を撮りたいということでまあ撮り方を教える 教えると言ってもすごくねあのプ,ロプロ並みにというかすごくしっかりと教えるのはなかなか難しいんですけど、まあ、スマホを使ったとしてもあのしっかりしたカメラを使ったとしてもそれなりにね撮れるように教えてあげるそんなような写真教室をしに行ってきました結構ねあの、まあ、僕は写真を撮ることもお仕事なんですけど、まあ、学校に行って何かを教えたりとか えっとまあ、こういう写真教室とかねあの、まあこ、今年写真教室たくさんあるんですけど、まあ、今月もね、あのまたあるんですけど、いろんな、こう、何て言うんでしょう、まあ、先生みたいなことというか、講師っていうんですけどね、講師は先生のことなんですけど、そういうことをするのが最近増えてきて、まあ、僕自身、結構そういうの好きだし、いいなと思っています。で、やっぱりあの、まあ、写真に関してもそうだし、まあ、いろんなことに関してもそうなんですけど、 あの初心者のねなかなか分かってない方々に教えるのっていうのは自分がすごくこう理解して簡単にねあの説明をしてあげないとなかなか難しいということで意外とその講師先生をするっていうのは簡単じゃないですよねなのでそういうのをねできるだけ何て言うんだろうなチャレンジしたいなと思っていてそれによって自分の中での あのこの物事写真なら写真そしてまあ、いろんなことありますけどそういう分野に対して理解が深まる理解がたあのもっとできるということなのでまあ自分的にはね僕的にもあの是非いろいろやりたいなと思っていて結構最近はまあコロナの影響もあって遠くにね行くことができないので近くでそういう写真の先生をしたりとかあとはオンラインでねえっ、ー、とまあズームとかねそういうのを使ってあの オンンライン写真教室とととかそういういここをすることが増えてきましたあのまあこうやって毎日ねポッドキャストでお話をしているこういうふうに喋っていることでまあ結構人の前でね人前って言いますけど人前でっていうのは皆さんの前でお話をするのは別になんだろううん嫌じゃないというか苦手じゃないというかねちょっとうんまあちょっと好きなぐらいなんですけど そういうのがね、だんだん慣れてきて、喋るのが上手になってきてるような感じはとても嬉しいなと思います。まあ今ね、いろいろそういうのがあ,あの家庭教師っていうのをやってて、それちょっと話変わるんですけど、家庭教師で、あのね、中学生とか高校生とかにこう勉強を教えたりとかね、そういうこともしてるんですけど、まあ最近はそういうふうにいろんなことに挑戦をしています。結構やっぱりね、このステイホームだとか、ロックダウンだとか、そういうことによって、かなり 何て言うんでしょうね、仕事のスタイルとか、あの、変わってきてると思うんですよ。なので、そういうところをね、なんか新しいことに多分皆さんも挑戦されてると思うんですけど、もしね、自分はこういうことを新しく始めたよとか、こういうことをやってみたいと思ってるんだよっていうお話があれば、ぜひね、コメントとか、あとはあメールとかでね、いただければ嬉しいです。最近本当にね、あのメールはたくさんの方からいただいてまして、 とても嬉しいなと思っています。まあ、リクエストとか、まあ、こういうお話をしてほしいとか、質問とか、たくさんね、いろいろメッセージいただいてるんですけど、なかなかね、まだ全部に対して返信ができてなかったりとか、全部に対して、その、この、実際のね、お話に反映してないっていうところがあるんですけど、まあ、本当にありがたいなと思っていますので、ぜひぜひ皆さんね、今後ともメッセージとかくだされば、とても嬉しいなと思っています。はい。 まあそんなわけでね、今日はちょっと短いんですけどね、写真教室をしてきましたという、そんなトピックでお話をさせていただきました。あの、バイミアコーヒーとか Patrium とかであの、僕のことをサポートしてくださっている、ね、メンバーシップの方とかに向けては、ちょっと写真とかもね、あの載せて見せていければいいかなというふうに思っています。 そんな形で今後はねやっていきたいなと思いますのでぜひサポートの方も皆さんよろしくお願いいたしますということでまた次回よろしくお願いしますではでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたこの番組は毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしていますポッドキャスト YouTube のフォロー チャンネル登録をお願いしますそれではまた次回のイーズジャパニーズでお会いしましょうではでは